福井県が舞台のドラマが完成し、現在インターネットで公開されています。今回の街角牽制は、その制作風景や完成後の上映会の様子をお伝えします。うちの開発している炭素繊維シートっていうのが旅客機のエンジン、県では県内企業の魅力をアピールし、若者の U ターンや I ターン就職の増加につなげようと、ドラマ夢叶う福井県を制作。やってみないと分かりませんから。お前なんで急にそんな熱くなったの。今日を境にな、年表の色が変わったんです。1月には主演の剛力彩芽さん、菅谷哲也さんたちがあわら市の企業などで撮影を行いました。ドラマのストーリーは、都会から U ターン、I ターンしてきた2人が飛行機のエンジンなどに使える炭素繊維シートを開発し売り出す仕事をしながら夢を叶えていくというもの。撮影にあたって剛力さんたちは西川知事を表敬訪問。ドラマを通じて福井の魅力を伝えていきたいと意気込みを語りました。私自身その福井県出身ではないので、どういうふうにお芝居しようかなってすごく考えてたんですが、実際に皆さんにお会いして、本当にあ、こういう方たち、温かい方たちがたくさんいるからこそ、その温かさ、本当に幸福度ナンバーワンって言われてるところも皆さんにお伝えできたらいいなとも思いますし、本当に U ターン I ターン、その就職、地元に戻って会社で働くっていう良さ、地元の良さだったり、いろんなその福井県ならではの本当に仕事がたくさんあるので、ぜひこの作品を通して皆様に、そして福井県民にも納得していただける作品になるように頑張りたいと思います。福井県っていう県にもですね、世界レベルの技術を誇った企業が、たくさんあるっていう、そういう、福井県の企業の魅力をドラマを通して伝えられたらいいなっていうのと、地方に行って頑張ろうって今思っている、これから就活就職する方々のエネルギーになれたらいいなと思って、臨んでいきたいと思います。完成したドラマは東京都で開かれたイベントで披露されました。上映の後には剛力さんたち出演者によるトークショーも行われ、企業の技術力や食べ物の美味しさといった福井の魅力などを語りました。このイベントは福井県や長野県など13県の知事によるふるさと知事ネットワークが開催。ドラマ上映のほか、ふるさと納税においてふるさとを思う寄付者の気持ちに応える取り組みを行っている優れた事例の発表や、東京大学教授などによるふるさと納税に関するトークセッションなどが行われました。また会場には各県の代表的な企業の PR や特産品の販売、移住相談などのコーナーが設けられ、来場者は福井県をはじめさまざまな地域に対する理解を深めていました。たくさんの若者にドラマを見て福井県への U ターン I ターン就職に興味を持ってほしいですね。夢叶う福井県は YouTube などインターネット上で配信しています。ぜひご覧ください。